日本トの編集でお送りしています、えー。おはようございます。こんばんは。えー、短い収録となりましたけど新防、新防衛研究チャンネルさんからのウォッチングです。えー、本当に、ウ、えー、クライナーの,地上,の地上軍の司令官が、えー、この2024年も反転攻撃,攻撃はあるよということをその、インタビューでこの明言しています、ね。本当に新防 防衛研究チャンネルさんも、えー、このロシアが戦略が弱った時に反撃の移るではないかということで、まあ、直後からの、直後からの砲弾、また西側の砲弾が届き次第、ま、あ届いていますけど、十分にこの余裕が整い次第、えー、また、あこの第3次反転攻撃ですね、えー、頑張ってほしいとですね、えー、このお、新防衛研究チャンネルさん、ね、近藤平吉さん、本当に、えー、排除させていきます。ウクライナ戦二24年の3月7日、ウクライナ地上軍司令官、今年、 は、反撃を開始するということで、ええー、本当に、えー、期待しています。本当に、ええー、まあ、この、ええー、まあ、 相手の戦力に対して3倍、5倍じゃないと反撃はできませんけど、ウクライナは十分に用意して整えて、この反撃ですね、試験の回復ですね。今、この特に北部クバンスクは、ロシアも今、人休みというか、ですけど、バックムット、そして、このマリンカ、このアウディリカ方面ですね、激しく攻撃していますけど、またオ、まあオオ、オリヒウ、まあ、オリヒウ、オリヒですね、オリヒューまたクリンカ、クリンキではほ,ほぼ、 反撃がないですけど、ウクライナ頑張ってほしいですね。そういう,う地上軍の司令官からウクライナ軍の反撃、今年、えー、頑張れますという,うこのコメントがありましたので、えー、本当に、えー 国会艦隊も無人機で、えー、ほとんどロシアの国会艦隊を無力化していますので、またこの F、A40、50で本当に F16 が待たれますね。まあいろいろこのパトリ、エイタクムス、ハイマース、またこのエイブラムスが3両、まあ、ウクライナにも犠牲は伴いますかそれ以上にロシアは犠牲になっていますので、えーえー、1日あたり本当に、えー、1000名以上、本当に、えー、死傷者 が出ていますので、このウクライナ、今本当に防御を回って、えー、削ってロシアの削って削っていますけど、また準備が整い次第、えー、ゾニー行き、えー、またあバンカーをしていきたいと思います。特、え、マークですね。オリヒビアあたりからアゾフ海、えー、これを目指してクレメハント孤立海ですね。えー えクレミア大橋の月下またクルミア,ア半島の月か東部、うん、この試験の回復ですねはい、えー、まず後この応援しています、えー、引き続き、えー、短い時間となりましたけどクライにエコーア、えー、引き続き常年をつかす、えーえー、近藤さんのえケン新防衛研究ルさんの、ね、ウクライナの選挙をおお受けしていきたいと思います、えー、まず後のこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンともよろしくお願い,いしますまた聖書を学びたいという、うん、お友達に募集してますのでよろしくお願い,いします次回のニュース4択、えー、でお会いいたしましょうまず後でした主権スパッシャンプルジュ